皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっと、今日も、えっと、思考の違いということで、えっと、今日で5回目になるんですけども、えっと、お話をしていきたいと思います。で、今日のお話はですね、あの、目的と目標というお話をちょっとしたいと思います。あの、この話も何度かはしていると思うんですけども、あの、 なんですね、やっぱりその手帳に目標みたいのは書くものの、えっと、目標を見失っちゃって、えっと、やらないんですとか、やれないんですとか、できないんですとかっていう話になったりもするんですけども、で、えっと、これもやっぱりセオリー的に言うと、何をしなさいっていうことを言われるかというと、えっと、目的って何ですかみたいな、<laughs> その問いを 自分にしましょうみたいな話だったりもしますと。で、あのそれがあの私の中でその間違ってるとかっていうふうに思ってはいないし、ある程度それってあってはいると思うんですけども、えっと、ちょっと深読みするというか、私ならではにちょっとひねくれて考えてみると、すべてがすべて目的にが どさせようとした方がいいのかというと、そんなことはないような気がしていますというところが、ちょっと今日のお話のポイントになります。で、なんでかっていうと、その目標だったりとかその、まあ、もっと細かく砕くとタスクだったりもすると思うんですけども、そのタスクがやるかやらないか、あの困ってますというかあの、やりたくないんですみたいな。<laughs> 話をしようとしたときに、じゃあその、うん、やりたくないみたいな、うん、ものに対して、目的って何って言われたって、そんなのないよみたいな話だったりもするような気がするんですよね。なのであの、全部が全部、その目的をそのしっかり定めないとダメっていうところに行き着くかっていうと、あんまり私はそこのところは、あの うん、さっきも言ったんですけど、全部が全部じゃないと思っていて、で、その、ありとあらゆることとは思わないんですけども、ある程度、目的というものよりも、えー、しっかりしたというか、えっ、ー、と、より多くそれに当てはまるなんか言葉があるかなというふうに考えた時に、えっときに、今の段階で私が思っているのは、 理由という言葉なんですね、えっと。やる理由があるかどうかとか、行動する理由があるかどうかとか、目標を達成する理由があるかどうかっていうふうに考えたときに、ある程度目的というものよりは、えっと、範囲が広いかなというふうに思ってますと。えっと、やらされることに対しても、何かしら私は理由の方、目的より理由の方が、 しっくりくりるような気がしていてまああの十中八九嫌な場合の時ってあのまあ自分が不得意だったりとかあの本当なんか気分が乗らなくてみたいな話だったりもするんですけどもえっとそこのところに目的はって聞かれてもいや,やりたくないんだもんとかその体調が優れなくてっていう話だったりもするかもしれないんですけどもただ えっと、理由っていうものに対してど,どうかって思ったときに、お金のためとか、それしないと後々困るとかっていうふうに考えたときに、目的がどうあれ、その理由の方がなんか,そのか勝っちゃうというか、その目的と、えっと、理,理由で言うと、理由の方が強いような気がしていて、拘束力が強いんですね。あのお,お金のためとか そうすると,、えっと目的っていうのは何て言うんですかねその金銭とかあの人間関係みたいなことに関して言うといやそんなのない要はほ,ほぼほぼゼロですと別にあいつの言うことなんか聞きたくねえとかっていう話だったりもするのが通用するような気がするんですけどもあのただお金がもらえないなのその あとあとその上司なりそのし指示した人になんかこうあの悪い影響を与えるんだとすると理由を持ってた方がその行動に移しやすいのかなというふうに私はそ,そんなふうに捉えていますあの結果的に行動できりゃいいんだろうけどその行動するときのそのまあまあその引き金というかあのきっかけとして目的よりも えー、理由の方が、うん、つ強いというふうに思いますと。まあ,あの理由というねその、えー、引き金みたいのを持つか持たないかっていうのは、まあその理由以外になんかこう、どうしてもその目的よりも行動に移せるものを持ってればあの別に理由じゃなくてもいいと思うんですけども。ただ えっと、目的ってなるとちょっとな何ていうんですかねその清らかというかキラキラみたいなものがその理想論的なものがあったりもするんですけども本当の何かそのやるかやらないかっていうのはやっぱりその結構泥臭いというか最終的に嫌だろうがんだろうが体力がこうガ,タガタ落ちしてようが気分がだだ下がりしてようがあのお金のためなりなんなりってなると。 やらなきゃダメだよなってなるはずなので、まあ、その、うん、最後の最後、そのどうしてもやらなきゃいけないっていうことであれば、その目的なんかよりも理由っていう方を、えー、考えて、あ、えー、あ、もうやんなきゃなっていうふうに、私自身は思いますし、えー、そちらの方をよりどころにしています。もうそれは やる前からそうだし、どっちかなって言った時に理由を勝たせるって話じゃなくて、最初から、その、やる目的なんかよりもやる理由の方を、えっと、うん、計画なり予定する段階からそんな風に考えて、えー、手帳の中に書き込んでますという、えー、そ,そんなこう思考を持っていますということです。なので、あの、今日のお話は、 <laughs> 目的よりっていうのが、えー、強い、まあ、少なくとも目的よりもあの強いあの強制力を持つものを持った方がいいんじゃないですかっていう、そんなお話をしてみました。というところです。何、えー、かの参考になればいいかなというふうに思いました、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたししがお送りしましたそれでは